ガッ、マリオカートやってっか。ああ、やってくんだけどさ。いや、言いたいことが一個あってさ。あのね、トイレ行きたい。クソトイレ行きてんだよ。クソトイレ行きてして、しかも今深夜4時で撮ってるからね。深夜4時で撮ってて、膀胱の度合いがなんか、メーター 35%、メーター 35% ぐらいまで行ってるから、なんか、まあまあな感じなんだよね。まあまあな感じで一発撮りでやってるからね、もうね、しんどい。しんどいことやってると、何言い出すかわかんねえ、多分もう。さーて、足んない。コインもう一枚。あー、ちょ、待ってくれ。もうマリオカートツアーの弊害が、もう全然関係ないけど、マリオカートツアーの弊害のせいにしておくわ、もう、ほんとにもう。よいしょ。さあ、5位取って。2周目。さーて、どうしよう。甘口ポテト。ポテ、甘口のにポテトってなんだよ。ポテトって、あれか。ポテト、私はね、マックの、マックぐらいの、うわぁ、ポテトがやっぱり一番好きやね。やっぱ、あれがね、国民的っていうかね、ハンバーガーチェーン店でやっぱ一番売れている理由は、ポテトにもありきりだと思うんですよ。バーガーだったら断然モスバーガーの一番目なんですけどね。マックとは食い物にならないぐらいモスはうまいから。一回モス食ったらね、もうマックなんて食えなくなる。マジ。これは冗談的なマジ。ハンバーガー嫌いな状態で友達に勧められたモスはね、マジで うますぎてね、うまになっちゃったぐらいやばかったからね。そんぐらいなんですよって言ったらもう3周目なんだよ。やべえ、コイン1枚。なんかね、もう、いや、真面目にね、マリオカートツアーずっとやっててね、ドリフトの癖が、なんかずーっと曲がってても、もうちょっと、左にずれてくれんじゃねえかっていうのがね、思って、本当にずれてくれたりして、それで調整したりとかしてるからね、思ったよりその進行方向行っちゃうんだよ。それがもうね、ネックでしょうがない。ネックでしょうがないし、もう、もう自分だけでね、これはこの当たるパターンもあるんですよ、もう本当に。やめてほしい。やめてほしいから、もう私はシングルと、キノコ、キノコよこそ、うわーい。あ、死んだ臭いかも。これ、死んだ、せめて4位キープ。せめて、おーい、お前ら抜かすんじゃねえ。ビデコラ投げんじゃねえ。おー、4位。おー、なんでかわかんないけど4位だった。きたー、全然出てわかんねえ。こんな調子で大丈夫なのか、ほんと。こんにちはだ。深夜4時に撮ってんのにこんにちは。いや、あれか、外国の人からしたら。今がこんにちはでちょうどいいかもしんねえ。いや、全面三人衆と思ったら左も顎、城之内がいる。もうやばすぎる、おい。城之内っていうかアインシュタインだ、あいつやん。アインシュタインにあいつと話し出すんだ、おい。何やってんだ、もう。しんどいっす。いや、こいつらと待機時間が待つのしんどいっす。新学期早々でなんか色物集団みたいなクラスに会った時とかね、ぐらいしんどい。で、話し始めたら意外とその半分ぐらいが意外といいやつみたいなね。おとなしめのやつが実は一番やばいみたいな。そういうのあんじゃん。そういうのあんのかな？いや、ある。あると信じよう。あるんです。そう、あるんだけどね。だからこういうやつだもん。レートにも影響してた。ほら。左上のやべそうな二人が一万台二つで、右の、あれね、一般人、一般通貨の人がね、もう2万レート以上超えててね、もうやばいっていうことだから、ね、まあ、やっぱそういうことなんで、ね、ギャップなんだよね、要は。マリオカートは世界とも通じるわけだ。例えば、あの右のヨッシーでももしかしたらあるかもしんねえってことで。とりあえず1位キープをしていきたい。いいわけですが。あ、怖い。やめて。死ぬってもう知ってた。ああ、もうまた再開した。再開？よし、え？どうなってんだ、これ。これ、ルートによってめちゃくちゃ変わるけど、なんかね、こういうのってシンプルに、なんか、大砲のとことかすげえ速そうに見えるけど、あれがもう、ぶっちぎりで遅いからね。やめて。あ、もう、これもマリオカートツアー。もう何もかもマリオカートツアーのせいじゃない。あいつ、至近距離で爆発しないんだよね。なぜか知らんけどさ。このまま、突っ切っていこうかな。コインは4枚か。おー、謎の1枚。いいアイテム待ってこい。いいアイテム。吸ってこい。おー、吸ってきた。オッケー。隠れてるけど、キノコでバレバレっていうよくあるやつね。よくあるやつ、ステルスがステルス死刑でないみたいな。そういうことです。あー、お前それ、撃つね。うえー、お前前に、お前ずっと前に撃ったんだから、そのまま前に撃ってって思ったし、緑コーラ3つをすり抜けて当たってくのもさすがにおかしいんだよな。
お前、緑コーラ3つって言ってんだから、もう防衛機能としてちゃんと果たしてくれ。キノコじゃなくてキラーが来てる。危ねえんだよ。危ねえんだよ、キノコ。おー、こんにちは、待ち。お前、お前、お前、投げんなって言おうとしたらもう投げやがった。お前、もういいだろ。お前、それ、防衛用にしとけ、防衛用に。はい。チーム。うやめてって。投げね、投げね、投げね、怖い。投げそう。オーラ投げやがった。オーラな、オーラ見たことが。投げると思ったから後ろに退いたんだ。この判断は正解だったと信じたい。そして、なんだかの際。おい、もしかしてあの、悪い字二人。あいつらペアルックで、双子っぽいからな。あいつら二人とも、一位にできたんじゃねえか。当たった。お前絶対当たったな、それ。なすりつけてけ。なすりつけ。おーし、来た。おーし、来た。来た、チャンスが。お、お前、うん。どけ。こちらコイン10枚。1位だ。やめたい。とりあえずダブルアイテム。イス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 。防御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 。カブト防御。オッケー。コイン10枚。してだけ。来んだよ。来んだよ。やばいって。おい。おい、マジか。あの兄弟。うん、兄弟じゃねえけど悪いし。くたばれ。当たり、当たんじゃねえ。あー、ダメか。うん、オッケーにー。悪いし多すぎ問題あるな、ほんと、この問題。しんどいなー。いろいろしんどい。今の暴行我慢してるしね。おー。めちゃくそレートもらえたわ。いやー、うわ、1、2、悪い字で最下位、悪い字、マジで悪い字たちのスクールカーストのようだ。待て、おーっと、オーストリアのセンレートさん、この状態で生き残れるかな？大丈夫かよ。いや、めてか、なんか、ペアルックってか、兄弟多くねえか。この謎の法則は一体何なんだ？さあ、1位スタート。しかも、このステージ 150cc だぜ。もう、最大戦速のロケットスタート。オッケー？最大戦速じゃねえの、この時点では。じゃあ、ちょっと下がっていこう。このステージは割と好きなんだよね。なんか割と戦績が高いところにいるからな。とりあえずコイン集めてって、後ろ行く？あえて後ろに行って、コインを集めてこう。オーライ、オーライ、うわ、ちょっと待って、オーライ、オーライ。お前そのオーライの力ちょっと電車をちょっと止めてくんねえかな。いいな、そういう力あったらもうこの連輪メトロもう制覇を幕前なしだ。ん？うん。まあ何でもいいや。コイン8枚取って、コイン9枚取って、ダブルアイテムは取れない。いやーこれ使っていいから、怖い。使うわ。これから使う。自分にリスクがないうちに投げていく。当たり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 。あのファイアボール10発の中、1発も当たんねって逆に名誉じゃねえ。全然名誉じゃないけどってか。うん。偉大だよ、偉大。偉大でもなんでもね、うぅ、ちょっと自分に帰ってきた。どの道から海だったから、どの道、どっこいどっこいだっていうことで許してくれ。もう、だからもうこの、ミーターを食べる癖もなんとかしたいんだけど、なんとかできないんだよね。また悪い字だよ。あいつはすげえな。おぉ、ちょっと待って。どけ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 。どうしよう。これ使い切りたい。これ使い切りたい。え、多分使い切れんな。あいつが邪魔すぎる。どっち。オフレ、怖い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 。さま、もう、ギミックだよね、ギミック。とりあえず。いや、これ、結構いいと思う。これでスターちょっと待ってくれ。これでスター残して、どこで使う？どこで使えばいいんだろう？いや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 、次のアイテムのところで、次のアイテムのところで、こう、一個使いたい。くそ。せっかくチャンスだったのに。オッケー、溶け。溶けてめえら。電車なんで跳ね飛ばしてやる。おお、何がいさい。え、溶けそう投げて、なんでこの順位でそんな、強力アイテムが出んだよ。一位ぶち切りすぎなんだよな、ほんとに。で、取って、キノコ残せ、キノコ。いいや、3位でもいい、3位でもいい。おー、飛んじゃねえよ、お前バカ。あった、くらった、オッケー、2位、よっしゃ、来たー。勢いでいけんだよ、やっぱそこのコースは。アイテムで。マジ気返す、スターが強すぎる、もう。いやー、あと1枚、あと1分だな。任すか？何か来る？うわ、またこれかよ。もう因縁だよ、もうこのステージ。何度目だよ、ほんとにもう。メンツ全然変わってねえ。全然っていうかもう全く変わってねえんじゃねえ、こいつら。ずっともだね、ずっとも。日本人も5人いるあたり暇人なんだな。俺も暇人だったわ。お正月時だからしょうがねえんだよな。てかさっきまで我慢してた暴行がさ、なんだろう。逆に収まってきた。いや、良くないんだけどさ、良くない？いやー、トイレ我慢とかしてたらさ、その、しばらく経ったらなぜか、あれ？あんなに来たかったのになんか落ち着いたんじゃねえかって思ってね、油断してるとしばらく来たら、その保ちた分も全て襲ってくんで、うわー、やべえ、最悪来たみたいな。あるよね、そういうこと。なんかサービスカウンター待ちとかの、
まあ、学校とか、まあ、どんな画面でもいいんだけど、あると思うんだよ、実際そういうの。まさしく今、それが来た。家なのにこれが来た。何やってんだよ、お前。さっさと行けって言われたらもう、うん、その通り、もう全く正論。それ以外、何も返せないっていうね。バタナ3つ足、やめろ。え、当たった違うよね、当たるわけないから。いやいやいや、うっ、この、1個だけ。使っちまえ。おお、使った。当たってくれた。コイン10枚。結構いいポジションでいるよ。やっぱ、被弾しないってだけでも、ね、やっぱね、いいポジションにつくもんなんですよ。1位だとやっぱ、トゲ族れそうだから、とりあえずこのアイテムは保持しとこう。おーい、使わせろ、お前。ぶつけんぞ、これ。威圧していくよ、おい。これ威圧しただけでも、どんだけ近寄りづらいか。分かってん、え、なんでバナナ3つすり抜けてった。お、アタックやすり抜け事故。もういいって。当てるときだけは無駄に使うね。すり抜けじゃねえ。おー、アイテム、ダブルアイテム、また逃してる。あー、一気になんか微妙な状態になった。トゲゾウは来たんだよな。そう、トゲゾウは来た。ならば、まだチャンスはある。コインも10枚だし。俺だった。やめて、やめて、アイテム渡せる。5勝2回ともアイテム渡せる。そう、次。10位か。いやー、このコースな、ぶっちゃけ追い上げれる。ってコースでもねえから、正直しんどい。後ろいたって今分かってたけど、なんか、使えなかった。使えなかったんですよ、反射的に。言わなかったんですよ。キノコしか出ねえな。なんか、もうちょっとないのかな。ブーメランも持ってる。この順位でブーメランなんて、嘘だ、持つんじゃねえ。みんなで加速していこうぜ。いや、加速すんな、俺だけでいい。お前ら相手を持つんじゃねえ。トップ5には入れさせろ。トップ5には。誰かショートカットしねえなと思ったら、全員ショートカットしやがった。もうこれも負けた。わあ、ちょっとお前、ゴール直前で赤コーナー後ろに投げるの犯罪だって言ったのが、もう犯罪だもん。